ちゃんです。ゴーダイです。これよりヒーローズ第4戦、誰でもウェルカムなガチクラスの模様をお送りいたします。ガチクラスということで、俺の周りはやべえエキスパートライダーばっかりですけども、果たして俺は生き残れるのでしょうか。さあ、まずはスタートをご覧ください。さあ、スタートして、あれ俺あれ3番手ぐらい、あれこれすごくいい順位じゃねこれ。1コーナー、でも5番手ぐらい、5番手、1コーナーを5番手で抜けて、あよ、うわー、飛びすぎてる人がいる。さあ、飛びすぎてる人ブロックしつつ、今俺は4番手。あ、すごいっすね。あ、頑張ってる。自分のジュニアクラスヒート1の時と似たような、このなかなかいいスタート。俺あれだな、スタートやっぱ俺うめえな。そんなこんなでガチクラスをやっていこうかなと思いますけれども、今ね、疲れた。クソ早すぎる。この人ジュニアクラスのね、同じクラスの人なんですけど、完全に俺より早いんだよな。すげえ勢いで置いてかれた。いや厳しいな。ジュニアクラスはね、最近では このレースあたりからね、めちゃくちゃエントリーが増えて、早い人がねいっぱいですね。もうなんか俺、前回の408とかだと総合2位がなんとか取れましたけどね、多分ね元日だとね真ん中より下くらいの順位になっちゃうんじゃないかなと思ってますけども、まあそれはそれ、これはこれとして頑張って今やっていきたいと思います。で、今俺がね思っているところは、ガチクラスで思ったより順位が上でビビってます。あ、俺あれこの順位なのみたいな。あ、もうライン外してますって。ご覧の通り、この日はね天気が良くて、伝わらないとは思うんですけど、気温がこの時点でね完全に40度多分超えてるんですよ。なのでレース時間は7分プラス1周となっておりますけれども、それでも暑くてやばいです。そんな中どこまで戦えるのか。コースはだいぶ回復してきたので、フープス以外はまあもうマディなんてことはなく、むしろベスコンに近い路面なんじゃないかなと思います。あー、インから来てる、誰か来ておりますけども、インを塞いでおけばなんとかなるでしょう。さあ、そう、わあ、危ねえ。すごい勢いが来た。今あれだよね、あの YZ の人が完全に前転しそうなムーブをしてましたけども、あ、ちょっと危ねえ。KX の人が、演出こきましたね。その演出の横をなんとかギリギリ避けていきましたけども、あの自分が飛んだ時にさ、自分の左側の人が前転しそうなムーブで飛んでいくのを見るのはね、非常に心臓がわしっときます。いや厳しいレースですね、あれ多分。またやっぱフープスでまだアウトに流されちゃっていく人が多いみたいですね。フープスだけ本当ね怖えんだよ。ラインを外すと、その使えるラインは普通にそこそこ走るんですけど、たまになんかね、やられるところがあって、やられてる人がいますね。ガチクラスの多分先頭でバチバチやってる間に絡んで2人ともこけたパターンかな。いやー厳しいですね。こっからちなみに俺はもう常に抜かれていくレース展開になっていくんですけども、いやエキスパートクラスのね恐ろしさをね、俺はいつもガチクラスで震えながら味わっていますけれども、まあいいんだ、俺ガチクラスの勝利条件はラップされないことなので、なんとか、おお、そこから、俺一応イン側を締めたつもりだったんですけど、まだ甘かったみたいですね。すげえな、あそこの隙間にねじ込んでくるというこの判断能力と加速力、これがエキスパートライダーというところで、辛いわ。今のあれかな、ヤマンソさんかな確か。あの人ねおかしいね、体力が。このレースガチクラスまで走った後にまた抜かれた。この人もなかなか、この人ねリーンウィズで上手に曲がっていってすごい加速してひねってくっていうね、エキスパートライダーらしい走りですね。あれができるようになりたいんだよ俺は。あれができるようになりたい。どうしたら俺はあれができるようになるんだろう。まあ最近このガチクラスではちょっと走り方を実は変えてる面がありまして、ちょっとね低めのギアを使って、なるべく使って走るようにしているんですけれども、
一つ言わせてもらいますけど、そのなんつうのスタートでうまく出すぎたせいで焦ってギアチェンジのことをね途中から忘れています。結構ね途中でねギアチェンジサボってるので今左側にね赤いマシンがちらっと見えましたけども、いやそう簡単にはやらせねえから、そう簡単にはやらせねえ。ラインをイン側俺はちゃんと取るから、ラインをイン側取ると言ってますけども、あー危ない危ない危ない、すでに結構ね疲れてますね。アクセルの開けがだいぶ緩んでおります。ラップタイムがもう1分フラットということで、路面状況回復したんちゃうんかいって思ってるんですけど、まだね複数あたりが路面がちょっと難しいっていうことと、その疲れてるっていうこととちょっとねギアチェンジの選択をねいろいろミスってるところがあって、まあしょうがないよ、なるべくもう俺これでいくからしょうがないから、もうこことか全然スピード乗せてないもんね、完全に遅いやつですよでもラインは譲りません。さあフープスもなんとか抜かれずにいけますね、いけましたね、いいですね、大丈夫ですね、はい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 、はい、せめてねラップタイム59秒台切りたいんだけど、59秒切っての1回だけですね、多分もうこの時点で L1 まだって思いながら走ってるので、これ以上のねラップタイムの短縮はね望めないんだと思いますけれども、あー59秒出た、頑張りましたね、頑張ったところでパッシングをされました、ブロックパスされましたね。今までのライダーは普通に俺のことをスピードすげえ勢いでただ横からグッザバッと抜いていくところだったんですけど、こうなんちょっと待ってよ、今前の人がさラインおっとっとしたから、同じライン今同じ轍辿ってたからこのままじゃやられると思って俺が轍を頑張って外した途端に復帰するというね、嫌がらせですね嫌がらせを受けながら俺は頑張ってガッチクラスをね戦っているわけですよ。おかしいな、さっきの人レース始まる前に向こうの人の方が速いの分かったから優しく抜いてくださいねって言ったのに、まさかのブロックパスをするという優しくない、全く優しくないね抜かれ方をねされました。もうそのことについて俺はね強く抗議をしようと思いまして、レース終わった後に抗議しに行ったんですよ。優しく抜いてくれるって言ったじゃないですかって言ったら、向こうも切れ出して、優しく抜かれたいんだったら優しく抜かれたい走りをしろと言われまして、あんなああいう風に走ったらそれは簡単には抜けねえから優しくはもう抜けねえよみたいなね、逆に俺が怒られるという、あれなんで俺怒られてるんだっけみたいな、まあ抗議しに行った俺もそれはそれでどうかっていう話なんですけど、まあちょっとね走りのアドバイスをもらったりなんだりかんだりをしまして、はい、もうちょっとね粘りたかったな、抜かれた直後ももうちょっと絡みたかったんですけど、もうそのような体力は私には残されておりません。なお今俺の後ろには1台、俺の後ろピタッとついてきてるねライダーがいることに俺は気づいておりまして、今 L1 のところで頑張ってこのまま勝っていきたいところですけれども、さあラップタイムは1分1秒ということでもうかなり限界が来ております。いつもだったら L1 が出た時点でわりかしね最後の力を振り絞れるところがあるんですけど、かなり今意識が飛びそうです。今この日殺人的な太陽光線のもと一日の上で一番暑い時間帯をこう7分プラス1周とはいえなかなか厳しいレース展開になっております。さあこのフープスを耐えれば俺の勝ちなんです。ここを耐えれば勝ちなんだけど、ここで俺ちょっとミスったんだよね、ミスってしまったんだよね。そしたらそのミスを相手が見逃すはずもなくやられてしまったというわけです。はいはい悔しいね、はい悔しいね。それでは皆さんお疲れ様でした。この動画がすごく良かった、高評価したら動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなします。